元イングランド代表 DF ポール・パーカー氏58が古巣のイングランドプレミアリーグのマンチェスターユナイテッドに日本人ドリブラーの獲得を要請した。同リーグのブライトンに所属し、今季公式戦で9得点6アシストをマークしている日本代表 MF 三笘薫25にはアーセナルやチェルシー、マンチェスターシティ、マンチェスターユナイテッドらイングランド勢に加えてドイツ一部バイエルンミュンヘン、スペイン一部レアルマドリードが獲得への興味を示していると各メディアで報じられている。そんな中、イギリスメディアメトロによると、パーカー氏は、私は三笘が好きだ、常に相手のアウトサイドを突破しようとしている、これは今日のサッカーでは珍しいことだろう、それを望んでいる DF はいないし、彼はそれが得意だと語った上で、マンユーで三笘に会えるのを楽しみにしているが、そのためには何人かのウイングを放出しなければならず、イングランド代表 FW、ジェイドン・サンチョを追い出すことができる。私はサンチョよりも三笘が好きだ、という、すでにマンユーは三笘の獲得に向けてスカウトを派遣したとも報じられている。パーカー氏は、三笘はプレミアリーグで実力を証明してきたが、サンチョに同じことができるとは思わない。彼はドイツ、ドルトムントに帰るべきだ、とし、三笘は、マーケティングの面でも、非常に良い PR になるだろう。ユナイテッドで日本選手を見るのは素晴らしいことだ、とも付け加えた。